はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正規です。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウやっていきましょう。よろしくお願いします。今日いよいよね、八つ目のジム、トキワジムに挑んでいきましょう。前回ね、このトキワジムが、地面タイプをたくさん使ってくるジムだっていうのを聞いて、で、地面って聞いたら確か今までね、何度も苦戦した嫌な思い出があるので、ちょっと引き返して、地面に強い飛行タイプのポケモンを、サンダーとフリーザー2匹の伝説の鳥ポケモンを捕まえました。で、今回ね、ちょっとサンダーを一番手前に しようかなって思ってます。まあ、そうすることでね、最初の、なんだ。こうやって多分今からこのエリートトレーナーと戦うけど、戦った時に、あれ戦うことにならねえ。ありがてえぜ。ん？いや。ダメだ、これ戦わないといけないわ。うん。リーダーが帰ってきて今日から復活。って感じでこうやってトレーナーと戦う際に、敵は何を出してくる？ニドキングを繰り出す。っていうところで、こうやって、地面に弱いサンダー、じゃあ地面に弱いルナじゃなくて地面に強いサンダーを出せる。わけだけど、ニドキングって地面タイプだったっけ？ニドキングって地面タイプだったっけ？どうだっけ？そんな覚えてないんだけど。まあでも、そこそこ、使えてるかな？うん。まあメガホーンがあんまり効いてないのはありがたいね。急所か。結構、厳しいな。え、ニドランとかから考えて、あ、え、効果ないんだ。ニドキング、お前、いつの間に地面タイプになったの？え、俺知らなかったんだけど。え？はあ、そうなんだ。じゃあまあ、うん。地面に強いサンダーで、まあよかったかな？うん。まあよかったかな？さて、うわ、待って！連戦するとは思わ、いや、連戦っていうか、ここで戦うことになるとは思わないよ。止まったところに敵がいるとは思わないよ。うん。うわ、きっち、ニドリーノ。あれ、ニドリーノ？さっき俺、ニドキングと戦ったよ。リーノでいいの？リーノで。キングじゃなくていいの？ジェ。ふぅ。さて、次何を出してくる？サイホーン？ちょっと入れ替えるか。ちょっとフリーザーも出してみたい。ふぅ。まあ、こんな感じで、飛行タイプのポケモン使ってサイホーンと戦っていこう。さて、まず、冷凍ビーム効くかな？冷凍ビーム。どう？あ、効く！抜群なんだ。ああ、そう。あ、じゃあ今度から俺、あ、フリーザー先頭にしよう。いいね。はあ。またかよ。止まったところに敵がいるんか。厳しいな。エリートトレーナーが勝負を仕掛けてきた。二得意か。ニドキングと同じだったら地面タイプで、冷凍ビームが有効だと俺は信じてる。よし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 、削り切れた。ふぅ。オッケー。ただね、冷凍ビームの PP 節約したいからね。お、ジムの、え、リーダー多分この先のあの、なんか、通路、
通路の先だよね。だとしたらこっちに行くんじゃなくて、何か別の道を探す必要がある。まあ少なくともこっちは外れルートっぽいね。うん。このままだと戻されちゃう。戻された先に、うーわ。ふぅ。さて。正規ルート、これ正解のルートはどうだ？どう行くのが正解だ？ちょっと難しいとこだな。あ、オッケー、理解した、理解した、オッケー。こっちだね。で、この青に行くのが正解っしょ。うわ、これどっちかとは戦わないといけないのか。うわ、どうしよう。多分、こっちは特殊タイプ、こっち上の格闘王みたいなやつ、物理タイプの敵を出してくるだろうから、それを予想して、ちょっとみんなのステータス見るか。様子を見る。防御と特防どっちが強い？こっちは特防。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 あ、ほぼ全員特防の方が強い。だとしたらこの猛獣使いと戦うか。猛獣使いって言ったらなんか、猛獣か。なんか、マジシャンとかならともかくなんか、猛獣使いも物理系のように感じてきた。大丈夫か？あーん、間違えた。何してんだい？サンダーにしたいの、俺は。オッケー、まあ、こんくらいでいいよね。で、ちょっとこの辺つけるか。どれだ？知識の飴だっけ？あれ、飴持ってねえ、俺。あら、飴持ってねえ。そうですかい。飴持ってないか。あの、特攻をあげる飴が欲しかったんだけどな。なんだろう、知識の飴か？その知識の飴がなかったな。まあいいや。戦っていこう、猛獣使いのヒロ。俺の生贄になりたまえ。サンドパンを繰り出した。これは。赤地区シティに向かう途中でね、ものすごい苦戦した思い出があるよ。ただ、今は、こないだはね、あの、ルナとサンドパンでね、相性はこっちの方が不利だったけど、今回は真逆。さあ、冷凍ビーム決めてこい。オッケー、ワンパンだ。ふぅ。異界のポケモンもレベルが上がった。2820円。お前はここのリーダーが誰か知っているのか。誰だ。え？え、待って、ロケット団に乗っ取られてない？オタクのジム乗っ取られてますよ。どういうこと？え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 、待って待って待って、え？まさかこいつがリーダー？え？え？そうなの？え、ちょっと待って、めっちゃびっくりしてんだけど。サカキか。まあ、確かに、だとしたら長らく不在だった理由、もう頷けるっちゃ頷けるけどさ。ジムリーダー、え？どういうこと？なんだ？どういうこと？どっちが先？ジムリーダーになった後になんかロケット団っていう悪の組織、悪の道に進んじゃったのか、ロケット団として、あの、ロケット団の悪行を重ねながら、あの、ジムの方に入り寄って、私いい人ですよアピールをしてジムを乗っ取ったのか。え？
待って、理解が追いつかねえ。ああ、ダグトリは不意打ちをしてくるんだ。パスレートービング。いける？オッケーオッケー。いや、やっぱりタイプ相性って大事だよね。いいね。さて、ポニータはレベル44に上がった。突進か。突進ってなんだっけ？あ、威力強い。でも、反動受けるやつか。踏みつけ。どっちがいい？二度蹴り。あ、踏みつけ、いらねえか。ふぅ。さて、次はなんだ？サイドン。サイドンっていうのはサイホーンの進化系かな？なんかそうっぽいね。サイホーンよりなんか、二足歩行に発展してるわ。さあ、これもワンパンでいけるか？生き残るか？よしよし、ワンパン。さて、次はなんだ？でもなんか、榊だからね、ペルシアンとか出してきそうなんだけど、二得意。二得意か。ふんふんふん。まあ、この辺ならね、もう、今まで同様、レイトビームで。片付けていこうと思ったら、体力高いな、こいつ。神砕く。よし、ギリセ。ギリッギリセーフ。よし、レートビーム、どうだ？よし、いい感じ。ふぅ。さて。ニトキング、あれ、ペルシアンは？ペルシアンは出してこないんですかい？そうですかい。そっか。なんか、あれだね。あ、でもよく考えたらさ、そっか、ニドキング、ニドクイーンがさ、地面タイプってことを知ってて、で、さらにさ、確か、なんだっけ、シルフカンパニーだ。あの、シルフカンパニーで、敵さん、ニドキング、ニドクイーン出してきたじゃん。その辺覚えてたらさ、このトキワシティのジムリーダーが榊っていうことに、初見で気づけた可能性もあるよね。うわ、なるほどな。そういうなんか、初見じゃまず気づかないけど、ワンチャンもしかしたらみたいなところもあったわけか。うわ、作り込まれてるわ。すげえ。グリーンバッジゲット。これでバッジ全部手に入ったかな？よっしゃ。すべてのポケモンが親が誰でもどんなにレベルが高くても言うことを聞く。すげえ。一人前のトレーナーになった証。これでポケモンリーグに挑むことができる。この技マシンはポケモンリーグへ挑む君への選別だ。41。自信、うわ。自信って今までめちゃくちゃ、手こずらされたやつだ。すげえ。俺が昔ここでポケモンジムをやってるとき、作ったものだ。何か？地震の技？それともロケット弾？ロケット弾かな？そんな感じっぽいね。このような負け方をしては部下たちに示しがつかない。ロケット弾は本日をもって解散する。いきなりロケット弾リストラですか？路頭に迷うんですか？その辺のアフターサポートもしてやってよ、ちゃんと。ね。そうしないとさ、最後の最後までロケット団は、ブラック企業って言われちゃうからね、気をつけよね。ポケモンの修行一からし直す。ほう。いつの日か。また会おう！さらばだ！よし。やったぜ！これで？バッジ全部ゲット。やったー。まあでもね、こっからね、ついに。これはね、まだ、ラスボスへの道が開かれたってだけだからね。こっから、本当の戦いが幕を開けるわけだから。おっしゃー。
というわけでね、行きましょうか。ジムが隠、ああ、隠れが、え？あれか？あの、ジムリーダーのあの、榊のあの部屋って、勝手に、榊が増設して作った感じなのかな？隠れが。お！ジムリ、あ、わかったぞ！これで、この子、グリーンが、後々、この時はジムで裏ボスになるんだ。なるほどな。裏ボスとして力をつける前にここで潰す。あ、ダメか。まあでもよく考えたらね、今グリーンに有効なポケモンそんなにいなかったんだったな。お！綺麗な羽。ありがてえぜ。ふぅ。じゃあちょっとまあ回復していきますか。いや、ここもね。うわぁ。この辺の敵懐かしいな。よし。正気。追いついた。俺もグリーンバッジ手に入れた。あ！ってことはあれか。裏ボスになる前のグリーンを先に潰しといてくれたんだね。よーし。あ、え、あ、戦うんかい。よっしゃ、行くぜ。ポケモントレーナーのモブが勝負を仕掛けてきた。ピジョットを繰り出した。ピジョットか。あ、飛行タイプだ、これ。そうだ。サンダーで忘れてたけど、飛行タイプは普通に電気引くんだった。サンダーがちょっと特殊な例なんだわ。飛行タイプだから、地面が効かないし、電気タイプだから電気も効かないっていう。そう考えたら、飛行電気って相当強くない？すごくない？ね。さて、当たるか。うわぁ、満タンの薬。うわぁ、きっちいな。うん。これ満タンの薬また使ってくるかな。あ、え、引っ込めてくる。ガラガラ。あ、なるほど、地面か、こいつ。だよね。うわ、戦い方分かっとる。あ、そっか。今、命中低い状態か、ルナは。命中が低いし、電気が効かない。ってなったら、まあ、こっちも入れ替えを使うのが得策。サンダー。いや、フリーザーだ。ガラガラは地面タイプだからね。ただ不安なのは、今、このガラガラくん攻撃力かなり上がってるらしいから、うわ、怖っ。うわ、怖っ。ちょっと待って。いけるか？ミラーコートは意味ないと思うんだよ。ミラーコートは確か特殊を跳ね返す技だから、うわ、やばいぞ。急所か。じゃあもう先に蹴りをつける。よし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 。そう、ミラーコートは特殊を跳ね返す技だから、こうやって、暴れるは確か物理だよね。そんな感じで物理だし、ガラガラさっきから特攻じゃなくて攻撃を上げてたから、ミラーコート意味ねえだろうなって思って。サンダースか。どうしよっかな。電気に有効なやつっているっけ？で、ルナに有効なのは、あれだ、少なくとも地面。地面持ってるやつは今はいないかな。うん。
だったらまあお互いに相性悪い同士で戦っていく、まあそれがいいんじゃないかな。うん、サンダースの特技、まあ基本的にこの子には聞きづらいはず。というわけで、で、サンダース電気タイプには10万ボルトのドリルくちばしも効果今一つだったはず。これはあのルナ VS サンダーで学習した。だからまずは続き。さあ雷、威力はどれくらい？うん、痛いな。ズスキ、あれ、あ、そっか、電気タイプだけど電気飛行だから、あの相殺されてダメージ1倍普通なんだ。そっか、それはちょっと計算外だったな。さて雷また使ってくるか。ちょっとこれで敵さんの PP が切れるまで耐える、それともちょっと一回ここですごい薬を使って回復して、で次のターンでスペシャルガード、スペシャルガード俺持ってたっけ。サンダー戦フリーザー戦で使い切っちゃった気するぞ。あ、当たらない。当たらないなら ラッキーだわ。スペシャルガード使っとこうか。とりあえず、サンダーの攻撃系が、あの、特殊の雷だけとは思わないけど、だけどこれでだいぶ楽になるはず。とりあえず続き。さて、特防上がった状態で雷のダメージは何本？ 40 くらいか。まあ、3発耐えれるかな。ちょっと急所が怖いから、まあビビりながら戦っていこうって感じか。よしよしよし。もともと雷ってあの命中もそんなにないからね。うん、で最後はちょっと今一つだけど、あの PP を温存するためにこいつでいく。よし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 、最後なんだっけ？あ、ラフレシア。炎タイプか。ちょっとお遊びだけど、ポニータ使ってみるか。ポニータ。どうだ？ラフレシアのレベル何だった？炎の渦ってなんだっけ？あ、違う、これはあれだ、一定期間ダメージを受けるやつだ。まずい、花びらの舞は痛いぞ。あ、ギリ耐えた。あ、今一つなんだ、ラッキー。だからちょっとここで大文字だ、大文字。で次のターンまた花びらやってくるから、多分ここでポニータはやられる。よく戦ったよ。よし、出た。まあ普通に ルナでいっか。多分もうこの後どうせねポケモンセンターで回復するし。ちょっと残った。そうだ、今一つじゃん。まあいいや、これでこいつ混乱するから、まあ先手を決めよう。あ、じゃあね、まだ一匹残ってんのか。あれだ、最初のピジョットが残ってるわ。そうだそうだ、まあ、入れ替えなくていいでしょう。うん。
体力弱ってるからあとはアクセル。オッケー、決めたぞ。はい、勝利と。よかったよかった、これはこれでよかった。え、なんだ、やべえ、頭回ってねえわ一回寝落ちしちゃってね、あのこのモブ戦ね、間違えてね2時間録画しちゃってたからね撮り直しになったんだよね。だからちょっとあのルナとかの経験値とかもちょっとさっきの榊と戦った時とあれなんかちょっと違うなみたいになってるかもしれないけど許してくれ。ふぅ、8160円ゲット。俺は正気のこと引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。でもトレーナーの才能は正気の方がずっとあると思う。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。どうしてもまだ負けを認めたくないんだ。バカみたいだけど、ここは先に行かせてくれ。おっしゃ、追いついてやるぜ。ふぅ、いい戦いだったぜ。はぁ、どうしよっか。またちょっと回復しに行きますか。まあ、ちょっとモブを先に行かして、うん。後から俺も追いつこう。もうそろそろ終わりになるかなって感じだから、この今回のパートはね。だからまあちょっと今回はね、あの、この先少しだけ覗いて終わりにしよっかな。うん。これなんだ？特になんもないか。ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。グレーバッジ。ほう。ん？グレーバッジってさ、あの、たけしを倒したあれでしょ？たけし倒すのは本当に強いトレーナーじゃないと無理ってわけじゃないっしょ。あ、なるほど、こっから少しずつ。はい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 。これで、あれか、あ、金釣りゲット。やったぜ。確かこの次はなんだ？なんだっけ、マチスの、あのバッジ？あの色だよね。オレンジバッジ。はいはいはい。これで通れるわけか。マチスさんのサイン。よし。あ、なんだ、セリフ変わんないのか。で、確かこの先もなんかアイテムあったね。金の7の3個。ほう。ってことは金のパイルの2も、どこかで手に入るのか？どうなんだろうね。わかんねえな。レインボーバッジ。あ、これはあれかね。あの、タナムシシティの。あれか。わ、海パン野郎。この海パン野郎は戦わないといけない？なんか無視できるっぽいけど、あ、金のパイルゲットやったぜ。金のパイルゲットして。あ、びっくりした。これ戦わないといけないのかと思ったわ。ああ、安心した。ってことはこいつもか。あ、金ゼリもっとゲット。ありがたいな。ここたくさん手に入るね。そういった血の道。いいね。こっちは特になんもない。じゃあな、こっち進むか。ゴールドバッジやったぜ。で、この次がなんだっけ、レッドバッジかな、違う、クリムゾンバッジだ。クリムゾンバッジ、そしてグリーンバッジ。鬼ドリルがいるね。これ他にどんなポケモンが出てくるかな、この辺。金の花ゲット。ってことは金のパイルを5個ゲットもあるんだろうね。うん。鬼ドリルがいて、他にこの辺ポケモンどんなんがいる？鬼ドリルだけ、あ、ニドリー、なんかこれ、ニドリーだ。あ、クリムゾンバッジ。よしよしよし。この先に進む。でもそっか。あそこまではゴールドバッジ持ってから通れるわけだから、ゴールドバッジの範囲で、見つけることができるポケモンしか出てこないのか。で、こっからはクリムゾンバッジだから、グレンタウンクリアした人が出会えるポケモンが出てくるはず。そうかな？ニドランじゃねえかよ。ニドランじゃねえかよ。あ、違う、緑のだった。びっくりした。うわぁ！危ねえ。で、この先はグリーンバッジか。チャンピオンロード。よし。ポケモンリーグが君を待っている。チャンピオンロード。洞窟なのか？なんか、ここでなんか、チャンピオンロードもジムみたいなやつかなって思ったけど。はぁ、洞窟か。ん？あ、石つぶて。これはあれか。なんか、仕掛けを解いていけって感じか。あー、理解した。これを、押すんだね。ほい。で、
勝ち。よしよしよし。オッケー。あ、ゴーリキーだ。そんなポケモンもいるんだ。いいね。で、これはゴローにあたっけ忘れた。で、まぁ、今回ちょっとこいつと戦って終わりにするか。ふぅ。さあ、チャンピオンロードのトレーナーの実力はいかほどか。行くぜ、エリートトレーナーのカナコが勝負を仕掛けてきた。ガルーラか。やっぱガルーラってどこで手に入るのかな？今まだ見たことないけどね、ガルーラ。まあ、まずはちょっと初手雷行くか。こいつノーマルタイプだよね。特になんかこれが効きにくいとかそういうのはないはず。うん、激凛。こいつ HP 高いな。激凛はあれか、威力高いけどそのうち混乱するタイプか。うわ、外した。あ、混乱した。うん、これ耐えれるか？耐えれるっていうか、これで削り切れるか？削り切れたら俺の勝ち。削り切れなかったら俺の負け。ただこの混乱、おっしゃい！ラッキー。混乱で自分攻撃したら、まあ勝てたからよし。不思議花か。じゃあちょっとポニータちゃん行ってみるか。よし。で、このポニータの炎タイプの技は2つあるけど、そう、炎の渦と大文字。どっちも敵にダメージを与える系だけど、炎の渦ってなんかタイプ相性はあんま関係ないのかな。なんか、あのさっきモブのラフレシアにこの炎の渦やったけど、あの効果は抜群だみたいなのはなかったからね。じゃあまあ初手大文字でいくか。あ、外す。ヘドロ爆弾毒タイプか。うわー、痛い。大文字当たるよ。よしよしよし、いいぞ。抜群だけどちょっとレベルとか攻撃力とかの、わ、持ちこたえた。ラッキー、頼りになるね。よし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 、大文字。まあ、ちょっと次はもうダメだよね。いけるか？うん。よく頑張った。さて。じゃあ最後は、決めてこい。じゃない。電気タイプは相性良くないんだ。フリーザー。いや、ここは不思議花だ。不思議花対不思議花。さあ、行ってこい。そして、あいつが使えるんじゃないか。あ？メガ進化ってどうやるんだ？あれどうやるんだ？わかんねえ。ちょっとこれや、あ、あったぞ。やってみるか、メガ進化。これで突進。キーストーンと不思議花が反応して、うお、すげえ。メガ不思議花、花が、花っていうか、あのこの背中の毛がより一層豪華になったね。まあやる必要あったかどうかって言われたらわかんないけどさ、まあやったぜ。うわ、すごいな。今度からこの、あれか。あの、メガ進化とかも駆使していくわけか。ハイパーボールゲット、ありがてえ。やったぜ。ふぅ。いいね。まぁ、ちょっとこの辺で今回終わりにするか。はい。というわけでね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画。もしよかったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録、コメントと応援、そしてリクエストなどくだされば、僕のモチベーションにつながります。また、Twitter のフォローもよろしくお願いします。また次回、お会いしましょう。バイバイ。